はい、よろしくお願いします。ネズミでございます。というわけで、スライスですね。スライスでこう対空時間を出したいと、はい、わかります。なぜスライスを使うのかっていうところを考えると、まあ、単にこう逃げるっていうところももちろんあるんですけれども、なんか何とも言えないこう時間稼ぎをしたいというか、まあ、ちょっと一球ね、落ち着かせたいとか、まあ、チェンジオブペースなんてよく言いますけれども、そういう時にもね、使いたいと思うんですよ。ただ、スライスを使い慣れてないと、どうしてもこうシュッとこう素早く切るような感じになって、自分が思っているよりもスピードが出すぎたりとか浅く入ってしまったりとかね、全然こう対空時間をこう稼げないような、スライスになってしまうと、どうしたらいいんですかという感じがね、結構多いですので、今日は、オンコートで動画を撮ってきました。まずオンコートで、の動画を見ていただいて、その後補足説明という感じでこの対空時間をね、うまく出す方法をご紹介したいと思います。では行ってみましょう。どうぞ。はい、よろしくお願いします。じゃあ今日は、スライスの対空時間をこう長く取りたいという質問がありました。どうしてもスライス使って時間を稼ぎたいんだけど、低くてこう短く刻むようなスライスに、なってしまうということでした。ちょっとやってみます。はい、まあ、いつも通りね、かなりわざとらしくやってますけど、今のところでも、結構こう深くね対空時間を、出せない、良くないところがね、結構あります。はい、そこのところをちょっと、深掘りしながらねやっていきたいと思いますけど、まず大事になってくるところは、インパクトまでの、スイングの大きさっていうのはある程度気をつけた方がいいと思います。はい、ここが短いと、どうしても、パンチ系のスライスになりやすいんですね。はい、こう元々こう両手打ちバックとかこうフラット系で打つのが得意な人は、どちらかというとこうスライスで、打つ時っていうのはどういう時かっていうと、余裕がない時が多いんですね。はい、で僕は結構スライスを、メインで使うタイプなので、打てるボールもスライスで打つタイプですと、まあどういうことが起こるかっていうと、相手のボールがそれほど速くなくてもスライスを使うので、結構こうゆったり早めに構えておくと、いう経験が多いんですね。ただ両手打ちとかでしっかり打つ選手は余裕がない時にスライスが多いので、インパクトまでのスイングが短くなったり、こう余裕を持って構えるっていうことがね難しくなります。はい、もう一回やってみますね。こうやばい時にこういう感じでこう打つことが多いので、どちらかというとインパクトまでのスイングがこう作りにくいです。はい、ですから、まずは早く、インパクトを作って、インパクトまでのスイングを大きく取ってあげるっていうところですね。それで、パンチ系ではなくてしっかりスイングで運ぶ、スライスのタッチっていうのができるようになります。ちょっとやってみますね。はい、今みたいにこう早めにテイクバックを作るところで、インパクトまでの、スイングが少しこうゆったり入ると思うんですよ。早くこうピッてこうパンチ系で入るんじゃなくて、ゆっくり入っていくので、その後、ボールをちょっとゆったり飛び出してこう対空時間が作れるという感じになると思いますので、まずこの構えの速さのところ、しっかり意識ができるといいと思います。はい、で続いてインパクトの後の部分ですね。やっぱりこの部分が、綺麗に抜けていくと、対空時間というのがコントロール、しやすくなります。ここも同じで、インパクトまでのスイングが短いと、どうしてもインパクト後も、パンチ系でこう小さくなって、もう下に切り下ろして終わり、みたいな感じになりやすいです。まあ、それでも、慣れてくると最後のところのちょっとしたリストワークで、対空時間を出したりとかはね、できるようになってくるんですけど、まあ、そのためにも、まずはゆったりのスイングで運ぶっていうことを覚えておいて、でそれの時間的余裕がなくなって、短い版で、ちっちゃいスイングでも深く運べるようにというのをやるといいと思います。はい、まあ、ですからインパクトの後も少しスイングが下に膨らむように入って、最後フォロースルーが大きく取れてっていう形のスイングを心がけると、対空時間というのをねしっかり出して深くボールを運ぶことができるようになると思います。はい、今みたいな感じで当たった後ですね、こうしっかり大きく出していって、ここで最後下に膨らんでいくっていう感じがあると、ちょっとやってみますけど、窮屈でちっちゃいスイングになっても対空時間がね、逆にこう同じこのこういう大きいスイングをここでちっちゃく作ったみたいな形でできるようになります。ちょっとやってみます。
はい、今みたいにこうコンパクトにした中でも先ほどの大きいスイングとね、同じような感覚を出すことができるので、まずはゆったり速い構えからインパクトまでも長くとって、インパクト後も長くとってっていう形で、深く運ぶことをお勧めします。で、最後にこの手首の使い方ですね、手のところなんですけど、ここの力をやっぱりいかにこう抜けるかというところが大事です。インパクトのところで力を入れすぎると、スライスのグリップで力を入れるっていうことは、まあ、今横から見てもらったら分かると思うんですけど、やっぱりラケットがね、こう下にこう動くんですね。はい、急激に下に動くので、やっぱりこうカットすることが多くなるし、プラスして下にこう動くってことはボールをやっぱりこう下に連れていってしまうので、ボールがね短くなることが多くなります。はい、下に切り下ろしてボールを上に弾き上げることができればいいんですけど、まあそこまでね、なかなかこう速い、カットのスイングを生み出すことっていうのも結構難しいですので、まずおすすめなのは手の力はできるだけ抜いておいて、ここで気持ちこうボールとラケットが当たった時にラケット面が後ろに負けるような感覚があって、面に乗っかるような感覚っていうのを作ってあげると、対空時間っていうのがね、作りやすくなると思います。はい、いい例と悪い例やってみたいと思います。はい、力がどうしても入ってしまうと今みたいにこうカットの方にね、行ってしまうので、しっかり打っててもこう短く、あとはこう低い軌道になりやすくて、対空時間がね作れなくなります。はい、手の力は抜いておきます。抜いておいてこう運んでいくことでボールの高さをしっかり出して深いところまで飛ばすっていうのがね、できるようになります。はい、インパクトまでのスイングを大事にする、インパクトの後のスイングも大事にする、それから手の力感ですね、下にこうキュッと抜いてしまわないで力を抜いた状態でしっかりスイングするというところを気をつけると、ボールの滞空時間っていうのはね、出しやすくなると思います。一度このゆったりした感じで対空時間を出すことを覚えれば、両手打ちの選手とかね、普段こう空手でドライブを使う選手なんかが余裕がない時にキュッとこう切るようにやっても、対空時間を作る感覚っていうのは残るので、できるようになっていくと思いますので、ぜひ試してみてください。はい、いかがだったでしょうか。まあね、スイングをまあ大きく取るというところがまず大事なんですけど、まずはインパクトまでのスイング幅をね、大きく取ってあげてください。はい、これはやっぱりこう、両手打つとかでコンパクトに打てる方っていうのはコンパクトになりやすいです。で、最終的にはコンパクトに振っても十分、滞空時間出せるんですけれども、まずイメージを作るために少しゆったり大きくね、引いてあげると。まあよく言うその、大きめのピーチボールをこう抱っこしているようなみたいな感じで言うんですけど、それぐらいこうね、なんかこう大きくゆったりこう体を、ひねってあげるような、感じを作れると結構ですね、インパクトのところでしっかり当たっていく感じがね、あると思います。ちょん切る感じよりは後ろから前のスイングでインパクトしてあげる感覚がね、出ると思います。はい、でその後は今度はインパクト後のスイングですね。少し下に膨らむような感じから、インパクト後のスイングもしっかり大きく出していくと。で、全体的にスイングが大きくなれば、滞空時間を出しやすくなります。はい。逆に考えるとどうかというと、全体的にスイングがコンパクトになると、ちょっとカットが強くなるんですね。で、これも、最終的には、特にジュニアの子とかね、若い方、スイングがこう、速いスイングで慣れている方っていうのは、滞空時間をしっかり出すような、スライスを打てるようになりますけれども、まず最初その、なんとも言えないですね、最後ボールがこう、ふーんとこう、長く飛んでいくような感覚っていうのは、このインパクト前後のスイングを、大きく使うところで結構イメージが、ね、できます。で、イメージをしっかり作ると、それをちょっとコンパクトにやっても、その力加減っていうのは分かっていくんじゃないのかなという感じで思いますので、インパクト前のスイング大きくって同じぐらい、インパクト後のスイングも大きくという感じでできると、いいんじゃないのかなという感じで思います。はい。で、最後に気をつけてほしかった、そのインパクトのところの、リストワークですね。やっぱりこの腕とラケットで作る、角度がですね、こう伸びすぎてしまうと、やっぱりカットが強くなってしまって、ラケットが上から下に、またこれも動きやすくなってしまいます。はい、ですから腕とラケットで作る角度は、できるだけ保った状態で、全くカチッってね、固めても、ボールまた止まらないので、少しは緩んでいくんですけれども、積極的に
使うかというとそうじゃないですよというところを、頭の片隅に置いて、スイングができると、対空時間というところですね、いけると思います。対空時間がないとどうしても鋭い回転で飛んでいくのはいくんですけど、パンチ系になってしまって、まあ、サービスラインぐらいに弾みやすいんですよね。まあ、そうなるとあえてそうしている場合はいいんですけど、そうじゃない場合はやっぱり自分が思っているような時間稼ぎができないと、一球ラリーを落ち着かすということができないということになりますので、やっぱりベースライン付近まで飛ばしたい、最後のところでふーっとボールが落ちずにこう伸びていく感じが欲しいなと思えば、今日ご紹介したような感じで、まずはインパクト前のスイング、それからインパクト後のスイングを大事にしながら、手首の角度をね、意識してボールを急激にこう切らないというところを気をつけてみてください。はい、で最終的には、そのうーっていうね、対空時間を長くするようなタッチ、何とも言えないこの面に乗っかってる瞬間とか、そういうところが出始めると少々カットしているように見えても、対空時間というのは、作っていけるようになるんじゃないのかなという感じで思います。はい、まあ、以上のようなところを気をつけると、スライスで対空時間を出していくっていうところですね、ここのところ、少しコツがつかめると思いますし、やっぱりこう対空時間が出るスライスが使えることによって、プレーの幅ですよね。一球それで落ち着かせて、相手が返ってきたところをもう一回今度自分から叩きに行くとか、しっかり打っていくとかですね、はい、というところもできるし、ちょっとこのゲームは、前のゲームがこうちょっと忙しかったし、ちょっと4インチリードで相手の調子がここから上がってくるから、このゲームはちょっと深いスライスでちょっと様子を見ようと、どうせ4人に追いつかれる雰囲気やから、ここのところはこれでちょっとスライスで相手のね、調子を崩すような感じでやってみようとか、そういう感じにも使えるので、結構このスライスね、深いスライス、対空時間が長いスライスっていうのは、使い勝手ものすごくあります。はい、まあ、自分自身を落ち着かせるためにもね、使えますし、いろいろ、プレーの幅がね本当に広がりますので、ぜひ皆さんコートで試してみてください。